普段知り合いの話彼はかなりの高齢でかつて山の火葬場で働いていたという働くといっても仏が出た時だけで普段は農作をしていたらしいが祭りで一緒に作業をしていた時 奇妙な話を聞かせてくれた。糸をたくさん焼いているとな、変なものが見える時がある。火が回ってしばらくすると、死体から黒いのがヒョンヒョン抜けてくるんじゃ。煙というより、炭みたいなもんが、こう、ばーっと空に広がってな。 まあすぐに火に炙られて溶けて消えるんじゃけど。それが見えるのは大抵が大病患いで死んだ人だった。彼の住んでいた山村にはクダと呼ばれるものの毛がいたらしいが、こいつがつくと人は病になってしまうと言って嫌われていたと言 案外、わしが見ていたのは、その、くだじゃったのかもしれんの。そう言って彼は、白い歯を見せて笑った。くだ。おぶさり。 知り合いの話。彼の地元の山には変わった言い伝えがある。横倒しになった木の下を潜って通ってはいけないというのだ。そういう倒木にはもののけが住みついていて、下を潜ったものの背に飛び乗ると言われている。もののけの姿は目に見えず、 いつ背に乗られたのかもわからない。ただ足を進めるごとにどんどん体が重くなるのでそれと知れるそうだ。重さにくじけず森を抜けると諦めて背中から離れてくれるので助かる。しかし暗い森の中でへたり込んでしまうと二度と腰を上げることは叶わず一歩も動けないままそこで 息絶えてしまうのだと。地元では、おぶさり、と呼んでいたという。それほど深くもない森なのに、なぜか遭難者が多いのは、このおぶさりのせいだと皆が信じていた。誰か他の者の,の手助けがあれば、おぶさりはすぐに退散するらしい。 森に入るときは一人では入らんようにな。という祖父の注意を彼は今も覚えているそうだおぶ切り株。 知り合いの話。彼のおじいさんによると、ある山奥に老人ばかり集まる場所があるのだという。最寄りの駐車場より小一時間ほど歩いた斜面にあるその場所は、林の中にぽっかりと空いた小さな広場になっている。中心に松の切り株が八つばかりあるだけで、他に見るものは 何もない。なのに、いつ訪れてみても、幾人かの老人がそこにいる。老人たちの間でささやかれている噂がある。切り株を一つ選んで腰掛けると、病が治り、心身の調子が良くなるのだと。どんな難病にでも効能があると言われ、 それにすがるものも多いのだと。ただ、切り株が効果を表すのは人生において一度だけ。それに加えて、切り株の中には外れが一つだけあり、それに座ると逆に具合が悪くなって死ぬとも言われている。人によって切り株の当たり外れが違うため、 他人の選択は参考にならない。おじいさんはこれまでに二度、そこを訪れているという。持病に悩まされていたせいだが、結局、二度とも座れなかった。なんていうか、一つを選ぶ勇気が出なくて。そう言って、苦笑いしていたそうだ。 切り株肉水。友人の話「友人の地元の山には横になってはいけない」という他日があった「休むくらいならいいが一旦寝てしまうと」 肉水にたかられるからだという。肉水とは黒く小さな甲虫の類だと聞く。寝入った動物に取り付き、その獣の油だけを吸い取っていくらしい。どういう仕組みなのか、吸われてる間はまず目が覚めない。人がこれにやられると、 一晩でごっそりと目方が落ちる。大の男でも二日続けてたかられると生命に関わるほどだそうだ。運よく吸い殺される前に山を降りても体調を崩し長わずらいになると言われている。仕事で山に入る里の者は今でもその谷では腰を下ろさないという。 ダイエットに使えないかな友人はそうよからぬことを呟いていた。女性は少しふくよかな方がよろしい、と個人的には思うのだけれど。女の子は少し、女の子は少しくらいふくよかな方がよろしい、と個人的には思うのだけど。 肉水。石か糸か。知り合いの話。一人で山を縦走していた時のこと。夜、誰かに話しかけられて目が覚めた。セルトの すぐ外側に誰かが立っていた。それは必要に同じ問いかけをぼそぼそと繰り返している様子だ。耳を澄ませているうちに何とか内容が聞き取れた。石か、糸か。そんなことを彼にずっと聞いてくる。寝ぼけながらも 何か答えなくては、と思い、じゃあ、石で一つ、と返事をした。途端、ふっ、と気配はかき消えた。嫌な夢を見たな。それくらいの気がして、再び寝入ったという。山から降りて二日後、突然、 激しい腹痛に襲われて、彼は病院に運び込まれた。調査の結果、胆石が胆管を塞いでいると分かり、緊急の手術が行われる。彼のお腹の中からは、うずらの卵ほどもある黒い石が取り出された。医者から、今までに痛かったとか、何か兆候はなかったのか と尋ねられた。血石がこれほどまで成長する間に、全く何の痛みもない、などということは、まず考えられないのだそうだ。対する彼の答え。腹があんなに痛かったことなど、これまで記憶にない。あんな類の痛みは、初めての体験だった。 医者は最後まで納得がいかない顔をしていたという。あの時、意図って答えてたら何が出てきたんだろうな。そう私が聞くと彼は首を振って考えないようにしてるから。と答えた。ちなみにその時の意思は今でも彼の手元にあるそうだ。 石か糸か天井の声知り合いの話彼の家の裏山にはすでに使われなくなった火葬場の跡がある祖父から聞いたところ ちょっと奇妙なところだったのだそうだ。人を焼いた煙が上がり始めると、小屋の天井で声がしたのだという。しんまるで幼子がくしゃみをしたような声だったらしい。見上げても低い天井には誰がいるわけもない。薄い屋根に登るなど論外。 焼き場の担当は慣れたもので、全く無視していたと聞く。でもな、稀にくしゃみじゃない時もあったんだ。えー、えー、な感じでな、歪んだ笑い声のようだったわ。個人が強欲なたちだった場合、 くしゃみではなくて、あの嫌な笑い声が聞こえるのだと、焼きばもりの間では囁ささかれていた。怖いと言えば怖かったが、仏さんの生前が類推できるようでな。ちょっと暗い楽しみがあった。と、おじいさんは言っていた。現在そこには、チソ石が雨ざらしになっているだけだ。 声の主がどこへ行ったのか、おじいさんにもわからない。天井の声。冷凍みかん。友人の話。 真夏日に山歩きをしていた時のこと。開けた道を進むうちに、崩れかけた廃屋が見えてきた。ちょうどいいや、一休みしよう。彼は強い日を避けようと、薄暗い屋内へと踏み入った。廃屋はかなり崩れていたが、しっかりと日陰になった上、風通しが良かった。 ほっと一息ついていると奇妙なものが目に入った。神棚の残骸の下、柱の途中から赤い網がぶら下げてある。季節外れのみかんだった。三個入っていて表面が白くなっている。てっきりカビだと思ったが、やがて 間違いに気がついた。みかんはカチカチに凍って霜を吹いていたのだ。溶け始めている。なんで冷凍みかんがこんなところに考えてみたが答えは出ない。唐突に山から自分への贈り物という考えが浮かんだ。 まさかなとすぐに指定したが、その考えは頭からなかなか消えず、食べずにここを出るのも失礼に当たるのではないかと悩んでしまったらしい。混乱してしまった彼は、とりあえず神棚に手を合わせ、礼を言上した。ありがとうございます。ただ今は喉が渇いておりません。お気持ちだけ頂戴いたします。 そう頭を下げると、参道に戻ったのだという。ふもとが近づくにつれ、何かすごく間抜けなことをしたような、いや、あれでよかったのだと思いは知事に乱れたそうだ。数ヶ月後、再びそこを通ったが、廃屋は影も形も見えなかった。拡張網だったのかもしれない。 彼は頭をかきながらこの話をしてくれた冷凍みかん秋祭り先輩の話大学生の頃、 友人と二人で秋の山に入った。友人がもみじの写真を撮るのに付き合っていたのだとか。ある夜、どこからか楽しげな笛の音が流れてきた。耳を澄ませば太鼓や鈴の音も混じっていたという。秋祭りだと思った。 こんな山奥で変だな、とも感じたけど。お祭り好きな二人は、なんとなく嬉しくなり、祭り場を探して歩き出した。テントを張った地からしばらく行くと、切り立つ崖があった。足元の谷間で、小さいながらも活気ある祭りが仕切られていた。距離はあったが、 型抜きや金魚すくい、綿飴の屋台らしきものが確認できたそうだ。こんな山奥で一体どこから電気を引っ張ってきているのか古びた豆電球がいくつもぶら下げられていた。かすかな笑い声が風に乗って崖の上まで届いている。しかし先輩たちは祭り場に降りてはいかなかった。 祭りの会場を賑やかす黒い影は人型ではないものが大半を占めていたのだ。いい絵なんだけど、撮ったらまずいだろうな、やっぱり。そう言ってから友人は残念そうにカメラを引っ込めた。しばし遠くから祭りの空気を楽しんでテントに帰ったのだという。 秋祭り。真夜中に泣く鳥。知り合いの話。彼は時々、親戚の手伝いで、実家の山にこもるのだそうだ。おじさんと二人、テントで寝ていたある 夜のこと。きょッキョッ,キョッと、鳥の鳴き声が聞こえてきた。こんな真夜中に鳴く鳥がいるのか、と不思議に思い、そばにいるおじさんに聞いてみた。コトトギス、だという。なるほど、特許許可局、と聞こえなくもないな。 どこかで読んだ知識を思い出し、彼が感心していると、おじさんはこうも言った。あまりしっかりと聞くんじゃないぞ。他の山では知らないが、この山じゃ夜に鳴くのは、ほととぎすだけではないんだ。きょっきょっという声に混じって、稀に別のものがぼそりと聞こえてくることがあるのだと。 それは、人の名前、だそうだ。夜の山で名前が呼ばれた者は、近いうちに死ぬのだとも。里のおじい様には、ホトトギスに混じって鬼が泣く、って聞いたな。まあ、単なる言い伝えだがな。実際、わしは聞いたことがないし。 夜の森に響くほととぎすの声を聞きながら彼はろくに眠れなかったという真夜中に鳴く鳥おかしな峠道。 同僚の話。彼は道路保全の仕事をしているのだが、受け持ち区間の中におかしな峠道があるそうだ。山の中腹を走るその峠道ではガードレールや道路標識の破損が異常に多い。まるで車が突っ込んだかのように金属の部分がくにゃっと曲がっているのだと。 しかし表面などには傷らしい傷もなく、また車が事故を起こさないような場所に限って設備は破損しているという。ある日の夏、そこの峠で彼が歪んだガードレールの見聞を行っていると、不意に山の上の方から耳慣れない大きな音が聞こえてきた。きょーん 言葉にすると、そんな感じの音だったらしい。何かの声のようにも聞こえた。ぎょっとして山を見合ったが、すでに音は静まり、何も変わったところはない。仕事に戻ろうと顔を戻し、再びぎょっとする。ほんの少しの間に、先ほどまで何も異常がなかった部分のガードが、 大きな手で押し潰されたかのように下手っていた。実際にそんな瞬間に立ち会ったのは後にも先にもその時だけだったらしいが。あそこには何かいる。彼は困ったような顔で話の終わりにそう言った。おかしな峠道。 渓流釣り。同僚の話。家族を連れて山奥の渓谷へ観光に行った時のこと。渓流を散策していると、途中で一人釣りをしている人がいた。何が釣れますかと聞くと、アマゴを狙いですよ。 との返事。彼は、アマゴがどんな姿をしているのか知らなかった。クーラーボックスの中を見てもいいと言われたので、子供と一緒に覗いてみた。そこには見事な大きさのアジとカレー、そしてアナゴとイカが何匹か収められていた。アジの口は、 まだパクパクと動いている。思わず、えと声を上げると、釣り師は機嫌な顔をして中を改めに来た。自分のクーラーを覗き込んで、顎が落ちたような顔をした。え、なんでと小さく叫んだ後、あ、いや、何かの間違いですよ。間違い。うん。 口にして蓋を閉める。そうですよね。間違いですよね。仕方なくそう返して、その場から立ち去った。すごいね、あのおじちゃん。子供はそう言って、顔をニコニコさせていた。いたずらだったのかな。それにしては、本人も真剣に驚いていた様子だったけど。 まあ子供が喜んでいたのでよしとするかそう考えをまとめて警告を後にしたそうだ「渓流釣り」「菜園を荒らす者」 知り合いの話。彼は現在、山中のレンタル菜園場と契約している。土地だけを年単位で借り、そこで好きな作物や草花を育てるシステムだという。元は団地になる予定だったらしいが、バブルが弾けたせいで開発が中途半端に終わり、結局菜園という場になったものらしい。 週末になると、婦人と連れ立ってそこへ行き、野菜の世話をしているそうだ。いつの頃からだろう、菜園を荒らす者が現れた。大根を引き抜いていると、そのうちの何本かに、かじった跡がある。どう見ても、人の歯型であるらしい。何かのいたずらかとも考えたが、 どうにも、ふに落ちなかった。再現仲間と話す中で、他の人たちも被害に遭っていることを知った。不思議なことに、被害は大根ばかりに限られている。しかし、一番古株の王さんの畑の大根だけは、様子が違っていた。毎回毎回、地上に出ている青首だけを残して、 地中の部分は綺麗に丸ごと食われているのだ。王さんは野菜作りがうまいから、大根も大きくて立派だし、味もさぞかしいいんだろう。誰かがそう言ってから、不気味がっていた仲間内の空気が一変した。誰の大根が一番食べられるのか誰の大根が一番うまいのか そんな奇妙な競争が現在菜園では静かに繰り広げられているのだという。正体不明の畑嵐を審査員として。それまで大根を作っていなかったものも参入してきており、なんとも変な活気が出ているそうだ。いやいや、わしの農家としての腕前はまだまだだと思い知ったよ。 彼はそう笑いながらどこからかもらってきた農作業の手引き書を読んでいた「菜園を荒らす者」「斜面の火」「友人の話」 配達の仕事が終わり、夜の30を配送車で走っていた時のことだ。いつもは真っ暗な斜面に、明かりが揺れているのが見えた。炎か。そう遠くはない場所みたいだ。ヤブの中を歩いても10分かかる前。消防団員でもある彼は仕方なく退避所に車を止め、 懐中電灯を手にして山に踏み込んだ。近くまで寄ると、焚き火のそばに小さな影がペタンと座り込んでいるのが見えた。水色でシワだらけのパジャマ。真っ白だが、ところどころに灰色が混じっている髪の毛。うつろで無表情なしなびたかのようなおじいさん。 S, S さんそこで膝を抱えていたのは彼が先ほどまで訪れていた老人養護施設の入居者の一人だった。時折会話しているだけの中だが見間違えることはない。しかし S さんは車椅子を使わねば動けないはずだった。なんでこんなところにどうしたんですかと、 大声を上げ、肩に手をかけようとした瞬間、老人の姿と焚き火が、パッと、かき消えた。いきなり漆黒の闇に包まれて、彼は軽いパニックに陥ったという。少し立って落ち着いてから、あたりを調べてみる。誰かがいたという形跡も、火が焚かれていたような痕跡も、 何一つ残ってはいなかった。慌てて引き返す。車までたどり着く道中がひどく心細かった。後日、再び施設を訪れた際に S さんと挨拶をしたのだが、あの夜のことについてはちょっと聞けなかった。山間にあると言っても、ちゃんとした施設である。 夜中に足の悪い老人が数キロも離れた山中に出て行けるとはどうしても思えなかったのだ。彼はそれからしばらくの間、霊の斜面に灯る炎を何度か目撃した。もう近寄るような真似はしなかったが。数ヶ月後、残念ながら S さんは亡くなった。 すると、斜面の火も見られなくなったという。どうやら最近、またあの斜面に火が灯るようになったらしい。また誰かが儚くなるのかな。どことなく寂しそうに、そう彼はつぶやいた。 斜面の日鬼知り合いの話幼なじみに山に誘われ週末を利用して軽い山に出かけた夜焚き火を挟んでいると いきなり打ち明けられた。癌なのだと言う。もうじき再検査する予定だが、おそらく手術することになろうと医者にも言われたのだと。驚いたが、何と言って励ましたらいいのか、どっさに出てこない。ありきたりの言葉しかかけられない自分を不甲斐なく思いながら眠りについた。 深夜、いやらしい音で目が覚めた。ピチャピチャという濡れたものを舐めているかのような音。隣で寝ている幼馴染みを見て凍りつく。小さな子供のような影が彼の上にまたがっていた。手足も何もかも枯れ木のように細く腹だけが ぼってり張り出している。何かの写真で見た栄養出張の子供の姿を思い出させた。影は幼馴染の腹の中に頭を突っ込んでいるようだった。ザンバラ髪の頭が揺れるたびにピチャピチャという音が響く。まるで金縛りにあったかのように体が 動けなくなっていた。明け方、不気味な影はいつの間にか消えていた。恐る恐る、幼なじみを起こしてみると、奇妙にさっぱりした顔で起きてきた。開口一番、夢を見たという。鬼だ。鬼が俺の腹の中をガツガツ食らってた。 絶句した。どこか軽くなった気がする。持ってかれたんだろうな。こう続けられた彼は、しばらく放けていたらしい。それ以上の会話もできず、二人してそのまま山を降り、別れた。幼馴染みの小さくなる後ろ姿が、嫌に切なく見えたそうだ。 二三日して連絡があった。会いたい、どう言う職場近くの喫茶店で落ち合った幼なじみは困惑した顔をしていた。山から帰るとさ、ガンガ、腫瘍が消えて亡くなってたんだ。しばらく無言で見つめ合った後、よかったじゃないか。ようやっと、 それだけを口にできた。うん。だけど、ものすごく気味が悪いんだ。幼馴染はぽつりと言う。気持ちはなんとなくわかった。今のところ、二人とも健在である。ただ、幼馴染は、あれ以来ひどく病弱になり、入退院を繰り返している。 実はあの時、悪くないところまで食われていたりしてな。それでも、そんな軽口を叩けるくらいには元気なのだそうだ。鬼。罰。 知り合いの話。林道を車で流している時のこと。いきなり何かに激突し、車が横転した。なんだ、何にぶつかった。ぶつかるもんなんてなかったぞ。幸いにも怪我はない。必死でドアを押し開け、外に入れる。 車の前面は、鹿やイノシシでも跳ねた時のように、べっこりと潰れていた。しかし、下せないことに、林道にはひっくり返った彼の車以外、何も見えない。途方に暮れていると、呼吸音のような音が耳に入った。<laughs> 音の位置を特定しようとしている彼の前で地面の落ち葉がぐっと凹んだ。まるで転がっていた重たい何かが身を起こしたかのように。動けない彼を全く無視して、凹みは林の奥へふごふごと去っていった。なんとか里まで降りて、 助けを求める。車を回収しに行く途中。さてはお前、罰様をはねたな。と言われた。罰、というのは、干罰の罰のことらしく、いわゆるひでり神のことらしい。こりゃ、今年は雨風がおかしいぞ。 前回は確か不作になっちまったっけか。聞くとかなり前、落とし穴に罰様がハマってしまったことがあったという。罰を止めたせいか、その年は暴風雨が非常に多く、結果不作だったとのこと。それから秋の収穫が終わるまで、彼はなんとなく、 肩身が狭かったという。幸い大きな天候不調もなく、不作ではない出来だったので、ほっとしたのだそうだ。それ以来彼は、林道では決してスピードを出さないよう心がけている。ツ。 釣り人。先輩の話。沢に沿って歩いている時のこと。前方より小さな雑音混じりの声が聞こえてきた。さては、釣り人がラジオでも聞いているのかなそう思いながらヤブをこいでいると、 やがて開けた場所に出た。沢に向かって突き出した岩の先端、誰かが釣竿を持って座っていた。麦わら帽子を目深にかぶり、地味なジャケットを羽織っている。腰掛けている横で古びたラジオがノイズ混じりの歌謡曲を流していた。少し離れた場所に握り飯が三個置かれている。 一つはかじりかけだ。ずれますか何気なく声をかけたが返事がない。その時違和感を感じた。話しかけた相手がまるで生き物ではないような。失礼かと思ったが相手を確かめに近寄ってみた。釣り糸を垂れているのは 人ではなかった。無骨な丸太作りのデクだった。しばしそこに立ち尽くしたが、木の人形が話に答えるはずもない。仕方なく、それじゃあ失礼します。と挨拶し、その場を後にした。その日は一日中、なんとなく、 落ち着かない気持ちだったそうだ釣り人美しい光景私の体験した話初めて一人用ツェルトを買った時 嬉しくて、何泊か山で過ごす計画を立てた。初日にキャンプしたのは、ある寂びれた神社の外れだった。境内から少し下ったところに滝があり、辺りは開けた砂の河原になっている。一目で気に入り、そこで一泊することにした。夜も更けた頃、 カンデラの火を落としてシェラフに潜り込んだ。滝のドウドウという音を聞きながらまどろんでいると、突然世界から音が消えた。痛いくらいの静寂に驚き、ゼルトから飛び出すと、滝が静止していた。まるで時が止まったかのように。 中宙の白いしぶきや沢の波紋までが、淵の波紋までが月明かりのもとくっきりと見える。辺りは何の音もしなかった。世界で動いているものは私の鼓動と数匹のホタルだけ。去ったと同様、唐突に音が戻ってきた。 同時に滝が再び流れ始め、水のとどろきが響き渡る。私はしばらく滝の前に立ち尽くしていた。ホタルは何事もなかったかのように待っている。凍えるような、それでいて泣き出したくなるほど儚く美しい光景だった。もう一度目にしたいが、今のところ叶わないでいる。 美しい光景山の主のホラー同僚の話戦前彼の実家は裏山でお酒を作っていたらしい天然のホラーなを利用して 発酵させていたそうだ。村では他にも何軒かが酒作りをしていたが、彼の家の酒は格別にうまかったという。家の言い伝えによると、その昔、山の主がその洞穴で子供を産んだということだった。どういう事情があったのかは不明だが、家の者が 主にホラーなを提供したのだと。無事に出産を終えた主は山に帰る前、家族にこう言い残した。酒作りをしているのか。ならば、ここで酒を作ればよろしい。主がいたホラーなは温度の変化がなくなったみたいに、いつもひんやりしていたという。 空気も心なしか澄んでいるようだった。二十年くらい前に崖崩れがあり、そのホラー穴は今はもうない。本当に残念だよ。酒好きの彼はそう言っている。山の主のほら。 妙な格好をした人。友人の話。持ち山を歩いていると、道の先に妙な格好をした人の姿が見えた。迷彩服にごつい銃を持っている。人んちの山に勝手に入り込んで、サバイバルゲームでもしてやがるのか そう思い少し離れて見ていたが何やら様子がおかしい。連れはいないみたいでしっかりと道の上で姿をさらして歩いている。ゲームをしているといった感じではなかったという。時たま足を止めて目の前の木をしげしげと見合っている。そしてその木に 玉を何発か打ち込んで先に進む。そんなことを延々と繰り返していたらしい。後をつけていると、迷彩服が打った木の周りで地面に BB 弾が散っていた。何の気なしに拾い上げて眉を寄せる。玉の表面にお経のような変わった字が 書き込まれていたのだ。落ちていた玉を拾い集めてみると、そのすべてに字があったという。一体あいつ、何やってる顔を上げてみると、いつの間にか迷彩服姿は消えていたという。そこの道はかなりの先まで一直線。そして、 目を離していたのはわずかな時間だったというのに、一体どこへ行ったんだ彼はそのまま山道を歩いたが、二度とあの後ろ姿を目にすることはなかった。怪しげな玉はすべて拾い集めて捨てたのだそうだ。 妙な格好をした人。わっしょいわっしょい。俺の友人が友人から聞いた話。つまり、ただの噂話と思ってほしい。大学生だったその人が、 夏休みに友人と北関東をドライブしていたとき。夜10時ごろ、立ちン目的で車を止め、そのままなんとなく友人と道路沿いの山というかただの斜面を登ってみたそうだ。近くには川の上流もあり、せせらぎも聞こえる。木々の間からの月明かりで歩くのには困らないものの、 足元のものすらよく見えない。何か本のようなものを踏んづけたりして、これ、エロ本かなとか言っていると、二人の耳に、遠くから人の声が聞こえてきた。それとなく耳を澄ましていると、やがて集団の、わっしゃい、わっしゃい、という掛け声だとわかった。 ここら辺のお祭りと思ったのもつかの間、今度はその声は人の走る速度で斜面を降りてくる。なのに、その掛け声の距離が10メートルほど先になっても見えるべき人の姿は見えなかった。ただ、声だけが近づいてくる。わっしゅ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  恐怖と、それ以上に訳が分からず立ちすくむ彼らと、その声が重なり、取り囲まれたとき、突如その掛け声は、たーえれたーという叫び声に変わり、声は止んだ。物も言わず、駆け降りる友人。彼自身は、体がすくんで動けなかったが、 その渓谷以上の危害も声もなかったそうだ。特に有名な言われなどがある山でもなく、なんであんな声が聞こえたのかはわからないそうです。わっしょいわっしょい。 妙に太い竹。同僚の話。持山で竹を切っている時のこと。一本だけ妙に太い竹に出くわした。普通の竹の倍はあったらしい。大きさに戸惑いながらもなたを入れると、 不思議から盛大に水が噴き出した。どこにこれだけの水が収まっていたのか不思議になるぐらいの量だった。竹やぶ一面が水たまりとなり、その日の作業はそこで打ち切って退散する。翌日、家に昔からある井戸が枯れてしまったという。 あの竹と何か関係があったのかな水道工事の段取りをしながら彼はそう不思議そうに首をかしげていた妙に太い竹歌う日 後輩の話。部活で山を縦走していた時のこと。校庭の中で腑に落ちない地形が一箇所あった。なぜか緩やかな場所を外して傾斜がきついところでキャンプすることになったのだ。少し離れた位置に警戒そうな広いなだらかな地形が見えていたのに。 また、そちらの方が水場にも幾分か近い。なぜあっちで野営しないんですかと尋ねてみた。質問に対する先輩の答え。あそこでキャンプすると火が使えないんだ。いや違うよ。火器現金とかそういうんじゃない。水事とかである大きさの火を起こすとすぐにその火が 歌い出すんだ。女の鼻歌みたいな感じで、言葉とか何言ってるのかはわからない。まあ、あ気にしなければ、はい、それまでよ。ってくらいの話なんだけどな。聞いてみたいな、一回くらい。ちらっとそう思ったらしいが、未だに実行できてはいない。 歌う日